今日仕事だったので、そう、101回目、いやもうやらんやらん。やすべお疲れ10個ありがとう。タイタン桜ありがとう。いや、ツイッター消す。ツイッターはもう消しますね。だから今のうちにスクショしといてください皆さん。なんか今日前髪が伸びちゃってさ、なんかいつもと違う前髪。消します消します。 申し訳ないが消しますので。消しちゃう、だって嫌じゃん。だって一発そうになった時にさ、ツイッターで一緒にキリンコって調べてさ、ちょっと嫌やん。 消すね。 投稿はちょっとも消そうかなと思ってて、あかんでもね アカウントはね、多分卒業した後に私消し方わかんないからマネージャーさん消すと思います。そう、一発そうなんで、もう 一発そうなんで注意してください。パソなんだし、パソなんで、パソなんで、消しちゃうので、そっちなんか消しちゃうの。パソなんで、パソなんで、言いたいだけや。いっちゃん、桜餅、ありがとう。消しますね。いや、修業した、でも分かんない、マネージャーさん、私消し方、あ、パスワードとか知らんから、そう、自分のアカウントのくせに知らないから、多分マネージャーさんが消す切ってくれると思います。投稿はね、消す、ちょっと待ってね、 LINE 返さなきゃ。コロン、レインボースター、ありがとう。いい結婚して、やだ、鍵あかに、確かに。 そうね、もう修行まで1ヶ月切っちゃった、早い。 早い。 YouTuber 習いよ。 パソになるよ、パソ。 ケンちゃん結婚して、やだ。 そう、パソね、パソ言いたいだけやん。 パソ、パソに戻れ、パソ、パソ、パソ、パス、で、パソ。 そう、卒業公演も、もう日程も決まりましたので、皆さん来てくださいね。 いやいや、もうパソなんで、パソ、パソリンク。なんか竹内で尊い、ありがとう。 そうなんですよね。もう4月から、もう本当に、もうなんか実質3月で卒業みたいな感じなんですよね。なんか もう4月、なんか本当にアイドル要素が薄まっていく、どんどん。あ、もちろん、今のうちに、スクショしといてください。あら、待って、なんか、やっぱね、画面が変だ。ちょっと待って、ごめんね。エアコン。戻った。パソコン欲しい。内緒当時も、もう消しちゃうので、まあ、残しておきたい人はスクショをお願いします。かいちゃん、ググありがとう。 旅系 YouTuber、 いやー、編集できんね。 編集できんね。 私まだおるよ、おる系。 おる系。カナイドルグループで、いやー、戻らんよ、もう。もうねー、戻らない、体力ないですね。本 人いいね。で、メールで送ります。パソコン？でもこだわった方がいいよね。ああ、どうしようかね。SDN 法廷ってさ、できるかな。 できるかな。
コンビニでバイトしませんねしませんね。どうしようかな。ノートパソコンがいいよね。でもね、もうどんどん貯金がなくなっていく、これからやばい貯金がどんどんなくなっていくからもうやばいです。やっぱやめるねちょっと行こうかな、みんなの会社にそうもうね、そういろいろとというかもう決まっておりますね。本当になんかマジでもう4月から私は失業、もう3月いっぱい失業するんじゃないかって感じなんですよ。なんか活動的にもだし寂しいわパソコン欲しいね。やっぱね、私ね髪切ろうかな、なんか髪長いの似合わん気がしてきた。切ろうかな、どうしよう迷うなんかマジで、そうそうそう、え、似合わん、え、似合わん、ね、似合わん、なんかもうやっぱ坊主しか似合わん、なんかもう坊主しか似合わん、私なんか似合わんくない、なんか似合わんのやけど、え、なんか似合わんくない、え、もうでもかといってボブも似合わんし、もう坊主しかないわ、私うん、にゃーん、そう、もう坊主で修行公演かも。でも坊主でドレスかちょっときついかもちょっときついかも、やっぱ切ろうかな、にゃーわん、そう、坊主でちょっとドレスはちょっときついね確かに、なんか、なんか、あ、確かに坊主で修行公演とかなんかさ、あ、なんかやらかしてやめるみたいな、いや、そんな感じするわ、それはやだわねえ、失礼したしてないそう、なんかやらかしたからすぐするみたいなんですよ。大体似合う、ありがとう。ゆうたくん結婚して10個、ありがとう。でもしないよしないよ、はやに、やばい、それないないね、ないないですね、ないですね。なんか今日ちょっと小アイドルみたい、女神は。そう、風の市かわいいポポレインボーシャーじゃない、間違えた、ラブレター、ありがとう。アイドルやってた、え、どうせバレるもんどうせバレるもんゆうさん結婚して、いや、お嫁さんならんよ、なら結婚はしません。髪が長い、名前変わるの嫌だな髪染め、まだね、スティオルじゃ染めんよあと公演は今週末にあるジョーさんの生誕と、あかりんさんの生誕と、おそらく四国も多分出るのかな、四国も多分出て、卒業公演だからあと4回ぐらい、結構出るね。よし、桜の花束、花束じゃない、花びら、ありがとう。あかりんさんのさ生誕っていつだっけ、いつだっけ、 13? え、いつだっけ、いつだっけ、染めてない地毛多分4公演ぐらい。ヤクリンさんのさ生誕っていつだっけお、東山行くは2年ぶり、いいや、あ、13か、なるほどなるほど、オッケーいっちゃん花束バラ、ありがとう。すごい、花だれにしまし、花だれですね、花だれにでお願いしました。
国日って何？国日ってなんだっけ？ちょっとね、秘宝バンジーがちょっとあの私腰がちょっと痛くて、ちょできるか不明なんですけど、どうしたらいい？あと1ヶ月で腰の調子が良くなることを願う。ちょっとなんかまた腰痛くなってしまった。どうしよう。もう誰か帰りに飛んで、パセリ帰りに飛べ。そう。ビアール舞台で卒業公演ないよ。腰が痛いんで、くなってきてしまった。どうしよう。もうパセリが目がありで飛ぶしかねえな。だからね、あと1ヶ月ぐらいでもあるけど、その間に腰の調子が良くなることを願う。やばいじゃろ、反動で絶対来たらよ。パセリにね、帰りかな笑うかね。もうなんだね、もう腰はもうダンスをしている限り多分癖です、もう癖になっちゃった。ああ、クリアンコ結婚して、やだやだやだ、卒業公演休演はつらい。それはつらい、それはな、つらいね。踊れるぐらいです、踊れるとは思う、踊れるぐらいよ、ぎっくりではない、痛いぐらい。確かにリコチに帰りに飛んでもらうのもあり、踊れる、なんかぎっくりじゃないもん、なんかちょっと痛いぐらい。私膝はね、痛いなって思ったことなかったのね、この3年間でなかったわ。腰はなんかずっと なんだかんだ腰は痛かったけど、膝はなかったのね。あーし、不思議じゃわ、よからんわ。よからんわ、うん、そう、膝はね、なかった。仕事の休憩時間、お、お疲れお疲れお疲れよ。腰はね、癖になっちゃったね。膝は一回も痛いと思ったことなかったね。もう癖になっちゃったね。車ね、ないないないね、ないね。腰だけだね、痛いのは。だね。肩もない。え、腰だけ本当に痛いの？ない。他は何も痛くない。ないね。だねー。つごろ、え、でも入ってちょっと経ってからすぐ悪くなった。だねー。まあねー、そう、ことをね、な、こらん、別にそんな勉強してらんから、別に勝ったから。あらあら、むちゅうちゃんつらい。4月29日新幹線予約、気が早いね、気が早いね。いっちゃん、ラブレターありがとう。私姿勢悪いんですよね、なんか猫背かも。グラビアやらんよ、やらんよもう。しーちゃん、レインボースターありがとう。と猫背、猫背かもしれない私。いっちゃんハイト、ありがとう。中央公園下番とさん、当たれ当たれ。当たれ当たれ。確かにゴールデンウィーク初日やんね、かわいそうに。あ、私が決めたわけじゃないっけ。なんよ、うんね、秘めたまま卒業するよ。いや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 、私は別に4月29日にしてくださいって言ったわけじゃないんですよ。
やだよ、グラビアはしない。そう、花だれにしたんですよね。四国と迷ったんじゃけどね、受け当たるかって感じなんですけど。出てください、秘めたまま、私は卒業します。秘めたまま卒業するから。確かに大変そう、予約とかねえ。新鮮花束ありがとう、の熟します、気をつけて。そう、もうこのグレープフルーツボディを秘めたまま卒業するから。高そう。最近は、最近どういう生活してる？もう完全に私もなんかエスチューとかけ離れた生活をしてました、最近は。楽屋では出してるのに。そうね、お菓子は食べまくってんね、食べまくってんね、目が痛い。もうね、一発生活してるね最近。そうね、もう卒業後に向けて動いてるかな最近は。卒業前ってさ、そんなにほとんどもうお仕事そんなない、特に4月はもう方法ないんですよね多分。話し会と講演とたまにちょっとお仕事があるぐらいだから、マジで4月はもう、ま、一発そうになりそう。体型は徐々に徐々にしよってくって感じ。そう、まあ、卒業後の進路は秘密だお、秘密だお。秘密だお。バーラーズ行きたい行きたい。ニートではないよ、ニートではないよ。マネチャーしませんね。無理だ。話し会、いや教えんよ、教えんから。秘密だお。秘密だお。秘密だお。オフ会。やだやだぴょーん、やだぴょーん。まあ、地球のどこかにいるよ。地球のどこかにいるよ。うん、教えんよ、私はお話しかで聞かれたも教えんから。じゃあ、あげしないよ、しない。お、儲かるのか。じゃちょっとしようかな。しようかな。ファンディングかい。喋らんよ、もうね、みんなが未練たらたらなるじゃん、喋らんよ。日本ではそれは分からん、秘密だお、秘密だお。地球をさまよっとったらいつか見つかる、見つかるよ。お金がなくなったらあしようかな。儲かるなら。最低や、最低。まだ、いやまだアイドル行け、見れたらたらには並んで。ユース、チューリップありがとう。なんか今日前髪が長くてまとまらんかった。秘密だお。でも貯金ね、20、私の年にしてあると思うんだよね。でももうなんかそういう一人暮らしだったりそういうことをとかしたらもうすぐなくなるぐらいの金額だからやばいのさ。気がしなくね。さてよ、私はもうどこかにいるから。弟もね、なんか大学行くからさ、なんかもう二人とも旅立ちって感じだね。タワマンは買えにゃい。変な仕事しないよん。
いつかは働くさ。まあ秘密だお、秘密だお、秘密だお。そのお菓子に使えんから。ピンピン。気に入った。とうとうとはすまんよ。やだ。あの人とは住みたくないの。ちょっとめんどくさい。秘密だおー。秘密だおー。うん。一切秘密だおー。だろうね。弟もね、思ってるからね。いつぐらいに消えてた。いつぐらい、結構前から決めてたかも。秘密だおで、卒業後はでもファンの人とはもう多分一切関わりがなくなっちゃうんですよね。悲しい。言っとくけど、私 DM とかせんからね。期待せんで。私はもう修行したら一切ファンの人に DM をするとかそういうことは一切行わないから、期待しないでください。あ、なんかね、いろいろたまにね、DM してきてみたいな。しません。しないから、いや、しませんよ。だから期待しないでください。しないよん。あ、そう、お話し会もありがとう、セレモニーも。つながりないっすね。な、言われるのよ。え、しません、しません。しないよ。いや、送らんよ。送らないよ。まあ、私はアイドルのまま消えるから。インスタしない、 SNS をしない。じゃろんね、してたらショック受けるじゃろ。ワンチャンない、ないですね。6周年見に行かないの、行かないんですよ。どこから配信、GMM であるんかな、見で見る。リクはね、悟りはね、知ってるんですよ。出ないけど楽しみだ。赤でハートありがとう。そう、見に行けないからちょっとね、フールかで後で見よっかな。出ないんですよ、本当に出ないのよ。いや、でもな、6周年のね、なんかね、セトリ、詳しいセトリはね、知らんのよ。リクアワだけ知ってるですけど、楽しみだね。3公演あるんか、大変や。なんかメンバーはね、見れるんよ、確か。だからそれで見る。え、でもね、コンサートね、やっぱね、出なくて正解だったって思う。だってさ、絶対その6周年のお祝いなのにさ、自分がそれ最後になってさ、リンコが最後だからみたいになっちゃうからさ、だから出たくなかったんですよね。そう、お祝いやけさ、なんかでも私がやっぱ最後やけみたいな、みんな気使ってリンコ最後だからみたいななってしまいそうで嫌だったから、やっぱりね、ちょっとみんなには申し訳なかったけど出なくて正解でした。そう、カズノシン花束ありがとう。レッスン参加せんよ。出んのに参加してないよ。もう見守りたいです、私は。ねえ、そうね、ちょっとみんなにはね、申し訳ないけどね、私は出ないですね。そう、そういう雰囲気になっちゃうからさ。だからさ、私4周年コンサートが最後の周年コンよ。やばくない？やばい、まさかあれが最後とは思わんかった。
ねえ、だって4周年コンサート2年前よ。2年前が最後の周年コンサートってなんや。やばい。意外にマンゴー、そこも出てない私。4周年が一番最後、最後ってやばいね本当に。3周年はあれ、あ、周年最初で最後、あれ3周年いないか。私周年コンサート1回しか、1回しか出てないってこと、やばい。おもろい。そっかい、3周年私いないか、出てない、出てないっていうか加入してないか、あら5でいない、いない、ちょっとある事情で。周年、私4周年しか出てないの、おもろい。おもろ。5はちょっとね、諸事情だね。はぁ。すごい、1回しか出てないよ、私。早いね。吸って吐いて、ある意味すごい。すごくはない、よくない。よくないで。それでは楽しみ。見るの、確かに3年、3年半ぐらいかな、3年半ぐらいさ、おって1回しか周年コンサート出てないっていうのもなかなかすごい私。片目にします、生きてるよ。生きてるよ。留守電話ありがとう、いいえ。10周年とか私何年、何歳よ、何歳よって言って、言うて25とかか。私生きてるかな、生きてるかな。最近将来の不安がすごくてね、もう私怖いんださ。武道館はもともと2期生はダブルサイクルが出てないから、出てない、私本当に出てないコンサート系。怖いさ、これからのもう日本が不安で、私もう心配だ。パネルの絵描くんじゃない、まだね描いてないから分かんない。6周年なんかね、本当のこと言うとね、最初ね選抜メンバーもね辞退しようと思ってたんですけど、ちょっとねやってほしいとお願いして、やってほしいって言ってくださってね、選抜は影響と思ったんですよね。ただ6周年コンサートはまあ、最初ちょっと出たいなと思ったけど、まあそういう雰囲気になるのがすごく嫌だったから出ないことにしたんですよね。まあでも選抜は やってよかったですね、すごくいい、いい曲だったから。そう。確かに、もう私生きてる、生きてるかな、いつでも。生きてるか、さすがに生きてるか。そうそうそうなんですよね、本当はね考えたいけどね。分からんじゃん、もう怖い、私もう怖い、今いつなんだけど、もうね私怖いんだ、私って何なんだろう、だってさ、細胞が詰まってるんですよ。細胞がね詰まってるじゃん、もうね細胞って何だろうって感じ。息ねできてるよ。なんか時々もうこの地球って何だろうと思う、だってさ怖いやん、この地球があるんだよ、こう宇宙があって、なんか土星とかさ惑星とかあるじゃん。怖くない？もういきなりさもう消えるかもしれない地球が、怖いわ、あもう本当に怖いやん、なんか。
いや分からん、地球なんてちっちゃい、ちっちゃいじゃん宇宙に比べたら。でもさ、もうそこの私一部分なんよ怖い怖い、お腹からいきなりなんかあるかもしれんじゃん、なんかさ怖くてさ、え、死ぬことは怖くないんですよ、痛い思いするのが嫌なだけうん、怖いわもう火星に移住しようかな一人で、無理や死ぬそう、怖い怖いわ、この競争仕事戻る、行ってらっしゃい今火星の方が怖いか、だなっていうね、え、なんかねっていうの最近思ってるもっと違うこと考えろって感じ、新生ありがとうありがとうずっとね言ってる、怖い、溺れて死ぬのは嫌だうん、髪の毛、あっ、え、マジで切ろうかな、めっちゃ迷うんだけど、やっぱ切ろっかな、私ね、やっぱロング似合うよね、もうこれぐらい長さがね一番似合う気がする、そんなことない、え、似合う、なんか私がロングだったら昭和感が出る、バブリーって感じになる気がする、え、似合う似合う似合う、どうしよう、あ、よう、卒業までに切るか切らんか、え、似合う、やっぱね、これぐらいで長、なんか伸びたなってしかも抜け、え、切ろっかな、これぐらいがね、これやっぱか、私軽い髪が似合う、え、似合う、どうしよう、眉とかシンプルにシャンプーだるいえ、杖切ったら切るの、じゃあ切ろうかな、迷うそう、ロングってアレンジできる系だ、シャンプーがだるいいや、見本はちょっと私は似合うから切らないんですけどね、強くは決めてないよ、決めてないよ、確かにね、三つ編みとか可愛いもんね、確かにアレンジがね、ただ私卒業した後アレンジしないからな、自分でできるほど器用じゃないから迷う確かに夏に切るの周り迷う切るとしてももうね、でボブは似合わん、切った髪を配ろう、やだ、しらみついてるかも、ついてないよこれついてるかもしれない、ついてないけどね、これぐらいのなんか軽めにしたい、迷うすごいね、タイタンかわいい、ありがとう、セラミついてるかもよねえ、カウとかやめて、やだ、お最悪、リコチのセラミはないね、セラミじゃないけ、ほらセラミついてません、だいぶな伸びた、結構長い、確かでしたらこんなに伸ばしたのは久しぶりだね、ツインテールとかも一生やらん、多分一生やらんだろうな、ツインテールとか寂しいね、やっぱり風の芯綺麗、ありがとう、10万円ぐらいで買います、え、じゃあ売るわ
確かに。3.75連邦スターありがとう。加藤桜餅ありがとう。確かにこれぐらいチンドラどこかな。確かに前瀬東町ありそうです。修行公園でチンドラやだは。やだわ。毎日ツインテールはちょっとな。でも100日やりきったから。話し会、うん、確かに話し会でツインテールもありだね。教育園でカートレじゃないや、なんだっけ、ギャバン島でバンジーすんの怖くない。怖くない。時間まだかな、まだかな、時間は。最後にユペ編はしないですね。しないかな。今週がチアがあるっけ、確かそれで、でチアって言ったらでもツインテールもありやね。ポニーにしようかなって思ったけど。いやもうバニーはね違うよ。バニーはねもうね、あのね聞いて、あのね、バニーのコスプレ買おうと思っとったけど、もうねあのねアマゾンで買おうとしたんですよ。もうね全部もうフォアみたいなしかないからもう無理。バニーワンのコスプレで絶対もうなんかもうほーんじゃないのかな、絶対無理、もうダメダメダメ。健全なバニーのコスプレが見つからなかったんですよ。ちょっと無理でした。ちょっとねコンプライアンスアイアンスまであったのほーんしかなかった。なんか絶対もうなんか出てるかなんかもうなんか入れるかみたいな、そうしかなかった。ダメダメ、もうダメだ。もう健全なバニーがなかったっすよ。ちょっとそれはちょっとね、怒られるのでね。なかった。探したんですけど、なんかどっちかが絶対出てるみたいな感じだったから、ちょっとやめました。うわーみたいなしかなかったんですよ。そう、なかった。健全なバニーとかないよ。なんかね、絶対どっちかが出てるのさ。なかったね。いないもん。絶対ハイレグじゃなかったとしてもね、上が出とる。そう、乳かケツがどっちかが出てる。いやだ、どっちかが絶対出てるのダメだね。いや怒られるんですよ、怒られるんですよっていうか、ちょ、STは健全グループだからね、ダメなんですよ。まあ最後だし、両方、いや大体両方出てるし、出てなかったとしてもどっちかが出てるからアウトだ。そう、STは健全グループなんですよ。そう、健全グループなんですよ、健全なんです。ダメでしょ、絶対怒られるよ、ダメやん。絶対怒られるよ、だってね厳しいからね。いやダメじゃろう、ダメですね、ダメです。そう、清楚系グループなのでね、ダメですね。
なんかね、すごい肩出しにも厳しいんだよ。そう。残念賞ということで。じゃあ終わろうかな。終わる前にタワーのお礼をしようかなと思う。シャーガールもね、半袖のやつを買ったのさ。下はミニスカジャケ、ミニすぎたら隠し、あ、ズボン履く。残念賞。終わるわよ。タワーのお礼をするわよ。タワーのお礼はもう今回からちょっとあの画面録画をしてほしくて、しゃべる時間にして1分20秒しゃべることにします。タワーのお礼はだから終わると思う。さあ、え、終わると思うよ。あ、それに関しては絶対終わんなかったけど、あとね200人ぐらいかな。でも新しいスタイルを導入したので終わると思います。だから、そう、あの、なんかその、あと作画がね時間かかったんやけど、その画面録画をして思い出に残してください。そしたら終わるべ。じゃあ誰読もうかな。そうね、そう、指針タイムみたいになってね、ちょっとね、ほんとね申し訳ないんだけど、ほんとすんまへんって感じ。ほんとね、もうタワー立てないようにしてくれしたらね、約の指針配信みたいな思うかもしれないんですけど、もうすんまへんって感じを許して、許してじゃないと終わんないんだよ、ほんとに、ほんとに。ということで、じゃあ誰読もうか。そう、ちょっとね、電話みたい、電話はしないけど喋るわ。どうしようかな。じゃあなんか関西弁が出てくる。そう、溜め込んじゃったんですよね。まあ無理だな、あの量書くならね、どっちみち無理だ。確かに。縦逃げの人絶対おるよ。縦逃げの人絶対おるよ。じゃあまず、そう、じゃあまず TK さんのお礼をします。今まで溜まってたの2本だったから40秒、いや、あの画面録画してね。新導入喋ります。では DM に、 DM ダメなんだよ、指定したらダメなんだよ。だからショールームでするしかないのさ。ツイッターやだ、何個あげにゃいけんの、やだよ。じゃあ読みます。はい、スタート。あ、待って、40分にしちゃった、間違えた、バカや、40分も喋ることね。待って、間違えた、待って、40秒ね、はい。間違えた。ちょ40分も喋った。ちょっと、おや、いや、喋ろう思ったら喋れるかもしれん。40秒って喋れるか、喋れるかもしれんけど、いや、さすがに配信が、もう一生毎日配信せんにはおらん。やりまーす。じゃあ、やります。はい。TK、まあ、タワーを立ててくださって、2本ありがとうございました。はい。あのね、まあ、君はね、なんだろう、すごくねツンデレな感じのねポタクだったなと思うんじゃけど、まあ、私はそれがすごく面白くて、話し会とかでなんかいじるのも楽しかったし、公演とかでなんか最初ペンライトもうちわも持ってこないから、えっ珍しいタイプだなと思ってたけど、でもなんか徐々になんか公演でそうペンライトとかうちわを持ってなくても見つけられる、おはよう、素描を身につけられたから楽しかったです。ありがとう、幸せになってねって感じ。あ、思ったより早いな、早かった。以上っていう感じにします。ありがとう。お時間です、バイバイ。ちょっとね、本当に写真タイムになっちゃうんだけど、ごめんね、早いな、お時間早かった、お話し会みたいな。
ありがとう。確かに。あ、もうちょっと。はい。ありがとう。え、これいい？いいの？嬉しい、よかった。2本で40秒。落ちちゃった。ありがとう。落ちちゃった。もうコンパクトにしようと思って。頑張って彼女作ったな。もうみんなもね、もう彼女を作るんだよ。彼女を作るんだよ。本当に。彼女を作るんだよ、みんなも。知らんけど、みんなが独身か既婚かなんて、彼女がおるんかおらんかなんて知らんけど、早く作るんだよ。早く作るんだよ。早く作ってね、幸せになってね。なんか泣きそう。なんでよ。もうそういうの、そう手遅れ、絶対手遅れじゃないでしょ。あの、作るんだよ。何？もう、まあ、マッチングアプリとかね。してね、頑張って作ってね。頑張って作ってね。私はもう独身で貫くよ。そう、頑張って作ったね。リンコも早く作る。やだー、そんな作んないよ。はい。私はマッチングアプリ絶対せんわ。だからアプリの使い方がまずわからん。そういうのわからん。なあ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 。アイスキー作って最悪なんだけど。最悪なんだけど。どうせしませんよ。しませんよ。次の呼び出し、マンラーさん、角さん、ウェーマンさんでーす。かな、そこら辺を呼びます。やろ。まもなく。でも4月は3月よりは多分配信するできると思うから、まあまあまあ最後でもう一度ね作ろうかなと思います。かゆっ。明日配信微妙だね。明後日は絶対するね。確かに。え、早い。もう28日終わったらすぐショールームアインストールしよう。あ、もうショールームアプリが重いんだ。だから28日があったらすぐアインストールしよう。シラミじゃないよ、こんなとこシラミおらんじゃろ。顎にシラミとかおらんじゃろ。初めて聞くわ。ジレパンいつだっけな。でも今日佐竹さんに卒業祝いもらったんですよ。重い、それ重くない？重いわ。わわ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 わ。なんか佐竹さんがなんかお子さんとゲームセンターに行ったらしくて、撮ってくれた、リンゴ用に撮ってくれたんですよ。懐かしくない？風船ガブ丸川の31か。チュラベで消してないよ。あるよ。イエーイ、嬉しい、ありがとう佐竹さん。確かにこれ大好き。しかもね、私これのねオレンジ味が好きなんですよ。嬉しい、ずっと噛んでる。うまい。オレンジおいしいもん。
よし、なんかこのさ、うん、これはちっちゃい箱に入ってるやつ、うん、ヤンコ入れた、そう、白いあの四角に入ってたやつ、ガムとかカロリーないだろ、なんで飲み込まんのにカロリー逆に摂取するんや、確かにもう私朝がないけさ、もう私朝がないけさ、めっちゃ油断しとる、風船作れんかも、だって作れんかも、ダメだ、ルキンルキン勝った、ルキン勝った、音が切れないな、美味しかった、味がなくなった、なんか味なくなるの早くない、え、ねえ、でもリンコこれブドウも好きなんだよね、食べた、お、こんなカロリーないでしょ、これでカロリーあるとか言われたら切れるよ私は、逆にな、4粒 15.9 意味わかんないんだけど意味わかんないんだけど、こんなものだ、このせいは来月終わり、うん、絶対記載ミスや、うん、ニメントロールかわいい、エクゴピョンかわいい、ありがとう終わろう、参ります、画面でカロリーがあるなんて信じないよ私は、今日の一曲、今日の一曲は、今日は気分じゃないからやらないってごめん、今日の気分じゃないからやらない、次からやる、今日はちょっとめんどいイヤホンがないっていうか、イヤホンがどっか行ったから今日もやらない次からやる、今日は気分、イヤホンね、多分コードのポケットがカバンの中にある、ちょっと面倒くさいからやろ
やらやら今日はやらやらやら今日は次からやる。いやワイルスあるよ、あるけどね、あのねちゃんとしたやつじゃない、エアドロップ、エアドロップじゃねえや、エアポッツみたいな、エアポッツではないから多分性能悪いんですよね、使ってないほぼ。エアポッツを買う気になんないんですよ。エアポッツっていいんかな、なんかエアポッツじゃない、なパチモンみたいなやつしか持ってない、なんかパチモン、なんかアマゾンで買ったパチモンはあるけど多分よくないよね、安いから性能が。そうパチモン、なんかピンクのパチモン。エアポッド、エアポッドは高い、買う気になんない。そうだよ。便利なんじゃ。確かにすぐなくす、絶対私絶対すぐなくすけん買わないでいい。じゃあ終わるか、やっほ終わるか、終わるか、じゃあねみんな。じゃあねまたね。深夜結婚して嫌だ、また明日ね、今来たとこ嘘ばっかり。おやすみ、またねー。